はいどうも皆さんこんにちは、動画ぶっとつです。この度も動画再生していただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。必ず今回取り扱いアニメ本編をご用意していただき、タイムコードと同時再生してお楽しみください。また再生を楽しんでる間にリアクションがずれている場合は、こちらにミラーがあってモザイクがかかっていると思います。この中の印象的なシーンに合わせて誤差の修正をよろしくお願いします。今回はフルーツバスケットシーズン2第5話を見ていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、それでは再生していきたいと思います。皆様ビデオオンデマンドもしくは録画したものを使ってお楽しみください。誰だこれ、誰の声。あ、まさかここも本当に恋愛も描いてくんだ。びっくりなんだけど。てか顔が見えない。いやーこんな大人、ああ、ここか。これが似てるって言ってたやつか、トールに。へえ、ここの恋愛描くんだ。そして誰これは。まさかこれも総負けじゃないよね。それは関係ないかな。てかコンビニでバイトするんだ。似合わねえ。ちょっと年上っぽそうだね。うわーいいね。俺、うわー楽しみ。あれけどさ、前回のさ、修学旅行とかさ、やんなかった三者面談とかさ、あと、ハルくん、ハルと、あの、馬の人の、リンだっけの問題とか、またちょっと置いといて、みたいな感じなんだ。まあ、コメントいただいた人の中から、なんかね、原作とね、ちょっと話数の、なんて、ストーリーの展開構成がちょっと違うんだよ、っていうことで、三者面談もやるよ、みたいな話があったんだけど、なんかいろいろ置いてきぼりのまんま進んでいくね。この子この子、リンね。いやー楽しみだなー。始まるよー。さあ、アリサさんの未来を見ていこう。なんで説教されてるの？ああ、そういうこと？休み前のね、浮かれんじゃねえぞみたいな。めっちゃ浮かれてんじゃん。オンとオフの差。バイト先に行け。恋愛フラグが立ってるはず。いや、やめろ。やめろよ。こっちの恋愛もあるの？いや、これはないか、さすがにね。そっか。お勉強できないんだっけ。え、すげえじゃん。こりゃ夏が楽しみだぜ。
ああ、いいよ、行こう行こう。めっちゃ頑張ってんね。てかそうだよね、こっちも頑張ってるもんね。みんな偉すぎでしょ、高校生か。なかなかここまで仕事しないよ、この年で。やめとこう。セーブしましょう。ダメだ、ダメだ。ドサドサドサ 隣にいるのに。わ、やってくれ。アリサとの恋愛やってくれ。そうだね。この二人はいつまで続くんだろう。最後までずっとこんななんだろうね。怖い怖い。はるくん。俺も食べたい。めっちゃ濡れてるけど。いやまあそうだけど、そうだけど、女の子がキャーキャー言っちゃいそうだけど。みんなでさ、こんなになっちゃうの、もみじも。もう完全に浮かれてるね。夏になったらこうやって外でみんなで水遊びとかできるようになったらいいですね。いいね、総負け勢ぞろいだね。つくまでないしょ。かわいすぎだろう。確かに。どこ？お化け屋敷。苦手な人いるのかな？お化け系。ああ、苦手だ。ダメだ。誰と組む？誰と一緒に行くんだ？みんなで行くの？神道滅却。いや、通っていいんだよ、避けて。お化け屋敷くらいさ。そんな宣言しなくても。みんなで入ったのね。人形がこうやって出るのはさ、そんな俺も怖くないんだけど、人がさ、演じてるやつってマジで怖くないですか？こっちの二人は。確かに前歩いてる二人とか、他のお客さんが結構ケラ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 平気な顔してたら、後ろを歩いてるこっちも平気になっちゃうかも。やばいじゃん。いやいやいや、そうなるだろう。間違いない。 いや、お化け屋敷で目閉じるとかや、それはそれで怖いぜ。
ただでさえドジなのに加速してるわ。誰かが手つなぐんじゃない、二人で。あーどっちだ。京くんかゆきくんか、京かゆきか、京かゆきか。そうなるわな、ちょっと予想してた。目、ここに落ち着くのが一番いいんだって。自分設定、役に入りきっちゃうみたいな。これが、いや設定を、これがナンバーワン。いやいやいや、そうしてるだけでそうじゃないでしょ。いやどんだけ。やばい、春よく出てくんな、こんなスラスラ。いやそれより頭に矢刺さってちゃダメでしょ。寂しすぎるだろう。うわー、そんな悲しい設定つけないで。ちょっとこれやめて。もう入れてこないで。てか時代設定あんななのにセーターなんだね。もう春くんは小説家になればいいよ、しぐれさんと一緒に。え？な、どういう設定？お母さん。まさ、え、ダメだろう。いや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 、よくないだろう。何やってんだよ。いやー、こんなの弁償ってなったら、とんでもない金額かかるよ。うん十万とかしちゃうんじゃない？あ、アルバイトか？お手伝いみたいな。まだやってんのかよ、この二人。なってないんだって。まさにその通り。Of course。いやいや、大丈夫かよ。こんな人が経営してんの？あ、すごい。スカートが短い。ショートスカート珍しくない？レアだよ。これは間違いない出会いだと思われる。あのボタンプチってなったのが何かありそう。頑張れ頑張れアリサ、頼むよ。再退社とかやめてね。
いやー、かわいいなー。誰？あなたは。大人って感じだしね、社会人なんじゃないかな。ああ、いいね。学生の頃のコンビニの夏のお蕎麦をさ、お昼の時間に食べてる人見るとめっちゃ羨ましかったわ。ざるそばとかさ。本格的なの来たね。暮れの。ちょっとしとやかじゃない？いつもより。ああ、鴨南蛮とか俺頼まないな。この人と気が合わなさそうだな。あ、26。イエス。まあけどね、アニメだし漫画だし、いいんじゃないでしょうか。ぜひうまくいってほしいっす。確かに、何してたんだろう。どういうこと？なんかあるね、この人も。もう出てきたキャラ、出てくるキャラ、出てくるキャラ、みんな複雑なんだね。いやー、悲しそうな顔して言うなよ。Me too, me too。俺も思ったわ。その通り。めっちゃ見守ってるけど。もう仕事の手を止めないで。いいね。ゴチになりやす。すごい女の子っぽいね。アリサが自分の感情に振り回されてるじゃん。ええー、もうめちゃくちゃもう存在が大きくなってない。しかももう下ので呼んでる。どういうこと？ああ、ここの、あ、コンビニの時のこと出会いよね。いいね。ちょっと年上の方が絶対いいよね。ズキューンって来ちゃったんじゃない？いきなり？
え、キスはしないよね。あ、びっくりした。びっくりした。そうだよ。そしてちょっと大人からからかわれちゃったよ。弟。電波女の弟。あ、いるじゃん、お姉ちゃん。そう思ったんだけど、ちょっと。けど、まあ、それはないといいな。相変わらず黒いね、二人とも。ここのエピソードも最高だったよね。あ、消化液。いいね、みんなで食卓囲んで。春の設定だよ。 そんな心を打つんだったら、やっぱ春にはセンスあるじゃん。夏休みが始まるぜ。海の会もありそうだし、修学旅行もあるし、三者面談もあるし、春とりんちゃんのもあるし、ちゃん付けしちゃったけど、あ、この人もしかして本当に相馬の人なの？何何？え？相馬の人間じゃん。しかも一番ボスキャラと関わってんじゃん。これはどうなるの？関わってくるんだ、これから。いや、驚きの展開だわ。マジか。そんな展開来るか。いやー、アリサの恋愛が見れるのはすごい嬉しいのよ。好きなキャラクターだから。やったーと思ってすごい最初喜んだけど、すごいめんどくさいことになりそうだわ。トールくんとかユキくん、キョウくん側となんか割れないといいけどね、あっちとつるんじゃって。心配しかない。せっかくちょっとね、少女っぽいなんか表情とか見れたり、男の子っていうか男性に夢中になってる姿が見れて可愛いなって思ったのに、この展開か。いやー、大丈夫かな。はい、終わってしまいました。あっという間でしたよ。めっちゃ振り回されたら。お化け屋敷といいね。お化け屋敷の春の設定はやばいね。そしてそれに それにあんなに素直にさ、うんうん聞いちゃって入っちゃう、あの2人もすごいけどね。けどやっぱり何よりも、もうさっきから何遍も言ってるけどね、あっちの2人だよね。いやー、もう本当に、なんだろう、春と凛ってこの続きをやっていくのかと思ったんですよ。あとはコメントであったその三者面談がまだ先もあるよって言ってた三者面談かなみたいな。けど
けど始まってみたらコンビニで、コンビニでそうアリサが出会って、出会ってってか出会う男の人が出てきて恋愛スタート、まあ、前回ちょっとねご飯食べてる時に気になる男性がいてトールに似てるんだみたいなこと言ってたけど、まさか1話の中の大部分でこの2人の関係描くなんて、そしてあっち側の人間とつながるなんて、シーズン2やるなおい。シーズン2、あけどそっか12話じゃないのか、20何話やるのか、それなら描けるね。いやーめっちゃまた新たなお楽しみポイントっていうか不安がちょっと混じるけど、注目していかなきゃいけないポイントが増えたなっていう回でした。いやーだよー、不安しかない、不安しかないぞ。原作知らないからな、うまくいってほしいんだけど、すごい大きな壁が立ち塞がりそうだね。また再退社の方が良かったんじゃない。はい、というわけで、また来週も見てきたいと思います。ぜひ引き続きこちらのチャンネル登録していただいて、高評価なんかもいただけて、もしかしたらコメントなんかもいただけて、最後まで一緒に見ていけたらなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。また、コロナですね、1ヶ月自粛が伸びて、5月末までですねまた自粛期間となりました。引き続き皆さん3密に気をつけていただいてお過ごしください。まだね見てないいろんな面白いアニメ、僕も含めて多分こういうのが見てる方はアニメ好きだと思うんで、いっぱいあると思うんで、ぜひお家でビデオオンデマンドなんか使って楽しんで、なんて言ったらいいんだ、外に出ないように、なるべく出ないようにしてね、感染するリスクを抑えて過ごしましょう。はい、以上動画部突でした。またぜひ来週よろしくお願いします。あ、来週のね今頃はもしかしたら新しいパソコンが手に入って、こうやって今みたいにリアクション動画を撮って編集すぐしてすぐアップできるみたいな環境が整ってるかもしれないので、ぜひお楽しみください。じゃあまたね。こんなんでいいのか。